おはようございます。和精油と国産ナチュラルコスメの専門店、和精油のある暮らしのコミューです。 AEAJ 日本アロマ環境協会の機関誌でですね、ナンバー104サマー2022ということで、いきなりページを開きますと、担当のですねインタビューがロバート・キャンベルさんだったんですね。私結構ロバート・キャンベルさん大好きです。でキャンベルさんのインタビューのテーマは香りを表現するということなんですね。これ AEAJ の教育チャンネルにロバート・キャンベルさん出られているそうなんですが、まあ、キャンベルさんの専門といえば近世近代文学ですね。私たちなんかよりも随分ね日本人の方を知っているなという方なんですが、インタビュー面白いですね。少しちょっと抜粋して読んでみましょう。ご専門は近世近代文学ですが、江戸時代の人々の興味深い香りの楽しみ方などがありましたらお教えください。でキャンベルさん、香枕などは面白いと思います。枕の中に香を焚く仕掛けがあって、女性が髪に香りを染み込ませるためのものですが、日本人は一つのものに複数の役割を付与するのが上手です。昼間は踏み台にも使いますし、鍵のかかるものなら手形や恋文などを入れ、旅先にも持参してゴマの葉へ泥棒のリスクを防ぎました。香枕は浮世絵や徘徊などにも多数登場しますが、蒔絵が施された美しいものが多く、おそらくは武士や裕福な商人層の女性、置屋などで使われていたのではないかと思います。庶民の香りの楽しみ方についてはいかがでしょうかという質問に対しては、中国の故事に反魂香というのがあって、立てば亡くなったその人の生前の姿が煙の中に現れると言います。江戸時代の子ども向けの絵本や奇拍子などでも、煙のような吹き出しを使い、その中に夢を描いていきます。その煙は襟元あたりから出ているんです。煙の中に自分の燃える思いや懐かしい記憶を見て、その煙に焦がれるというのは平安時代の和歌にも登場します。江戸の庶民はもちろん線香を使いましたし、そこには手を合わせて先祖を供養する意味もあるでしょうが、人が払われて一人だけの静かな夜、線香の香りとともに煙の中に親しく思う人の面影が浮かぶ、その香りを運ぶ煙がすごく大事だったんじゃないかなと思います。昔も今も香りはパーソナルなもの、大切なアイデンティティの一つなのではないでしょうか、といった感じでですね、まあキャンベルさんがこう質問に対して答えてくれる言葉そのものがですね、もうなんかすみませんっていうの現代の日本人の言葉遣い、まあ語彙の中からはですね、なかなか出てこないような単語がいっぱい出てくるわけですよね。これ読んでるだけですごい気持ちいいですね。何気に私日本語日本文学科出身なんですけれども、最近ちゃんと文学らしい文学も読んでおらず、まあ、現役時代もですねそこまで詳しいわけではなかったんですが、こうやって改めてその言葉に対しても意識すると、香りをね表現する時の言葉について、このインタビューの後半で書かれている、香水の話なんかもされているんですが、この教育チャンネルに登壇された時の話ですね。子どもたちに香りの辞書を作ろうというふうに提案したそうなんですね。でそうすると、結構こう日本語って擬音語とか擬態語ってすごい多いですよね。オノマトペって言われているものです。まあ言ったらですね、漫画の中で後ろに書かれているシャキーンとかピカーとかゴゴゴゴゴとかですね、荒木弘彦先生が大きく書きがちな擬音語ですよで、あと色もですね、色の表現もすごく美しい言葉がたくさんありますよね。キャンベルさんによると、色も100以上の茶色だったり、100以上のネズミ色があるそうです。なんかもう想像できませんけど、見分けるだけでも大変ですが、その表現する言葉は100以上存在するということですね。で、子どもたちに香りを言葉で表現してみようっていうふうに提案した場合に、どういったものが出てきたのかっていうと、例えばヒノキの香りのことをウッドデッキでけん玉をしている時の匂いというふうに表現した子どもがいたそうです。もうなんとも情景が浮かんでくる、すごい的確な表現ですよね。私吉野さんの声優のモニターをですね募集しまして、で数名の方にモニターとして香りの表現をしていただこうと思って、せっせとですね作ったんですけれども、
でその中に、まあ、香りをどういう色に例えていただけるのかなとか、季節に例えるんだったらどういったものなのかなとか、そういったことをですね感じたままに書いていただこうかなというふうに、アンケートを取っております。アロマセラピーの授業でも一番最初の方に、まあ、いろんな精油を嗅いでね香りを確かめるんですけれども、その香りを嗅いだ時に思い浮かぶ言葉、これはどんな感じの香りなのかっていうのを自分の言葉で表現していくんですけれども、まあ、ここで出てくるその言葉ですね、語彙力が持つ力っていうのは本当に大切だなというふうに毎度感じております。皆さんもですね、晴れたり雨が降ったりと不安定な天気がね続いていたりだとか、なんかいろんな出来事がね起こってしまって心の整理がなかなかつかないっていうこともあるかもしれないんですけれども、そういった時にその表現をする力っていうのを普段からこう練習をして鍛えておくと、自分がどういうふうに思っているのかっていうのを改めてですね客観的に見つめることができるので、すごくいい分析方法になると思います。何で悩んでいるのかとか、今どういう気持ちなのかということですね。ですので、まあ、普段使われている精油がある場合、まあ、お気に入りの香りがある場合ですね、その香りが一体どんな香りなのかというのを言葉で表してみるのも一つ毎日の練習になるんじゃないかなと思っております。